皆さん、こんにちは。ヒロです。本日ですね、2回目のゲストで来てください。お願いします。もうね、本当、うん、ほんと僕の YouTube で2回出てくださる人あんまりいないんですよ。そうなの、ね。本当、今日はですね、そうですねもう、和歌のね、この2冊目の音送りの法則ってめっちゃくちゃいい本なんで、これをもうずっとまた応援したくて、<laughs> おすすめしたくてね、<laughs> 出てもらったんですけど、<れ>ちょっと本の紹介の前でですね、ちょっと皆さんもうここだけでいいから聞いて、 本当もうここだけでいいから、あのね、ここだけでいいからって言って、あの、全部聞いてほしいんですけど、あの、実は今日の撮影ですね、あの、わっかにこにめちゃめちゃ申し訳ない出来事が起こりまして、 何かというとあの、うちのオフィスにワッカンが来てくださってです、ねで、これについて1時間以上だよ、はい、ね、3か月ぐらい前に <laughs> 収録したんですよ。で、その日に限って、ちょっとあのうちの撮影スタッフがいなくてで、僕もちゃんとマイク、音声チェックしたし、あの全部動画,画像もチェックしてみて、うんまあ多分大丈夫かなと思って、結構ちんとやったつもりだったんですけど、うん、何か途中でマイクの,このなんか接続が悪くなったのか、 開始5分以降全く音声が取れてなくてもうただただ仲良し同級生があの白いのと黒いのがもうなんか音なしでなんかこう大笑いしてるみたいな動画だけが残りこれでちょっとでもこれはやっぱり YouTube をこう撮影してる人間として、はい、本当にめちゃくちゃお忙しい人なんで本当 <laughs> 申し訳ないじゃないですかいくら親友とはいえ。 いやマジで申し訳ないと思ってちょっと半泣きになりながら <laughs> あのワッカンにメールしたんです。<laughs> はい、ではっきり言いましょうかもう正直言いますとはいえワッカかそれ優しい人なんでヒロさんふざけないでくださいと。 ねえ勘弁してくださいよみたいなそんなメールは来ないだろうっていうそれは当然甘えはありました、はい、でもやっぱり本当に申し訳なかったんで「<laughs> わかんごめんなさい」っつってでもうどんだけ頑張っても音声はやっぱ取れてなかったので、はい、もうまたリスケジュールというかもう一回取らせていただくわけにいかないでしょうかっていうことを送ったら、はい、皆さん何て返しますかねあの僕でも 普通って、まあ、いうか「ああ全然いいで,でゆすよヒロさん気にしないでください」って言って「また撮りましょうよ」って言って「ヒロさん次いつ空いてます?」みたいないや全然そんなんでも100万点満点じゃないですか「いやほんとごめんなさい」っていうやり取りになると思うんですがあの和歌山陽一郎さん「わくかンはですねなんて来たかっていうといや全然気にしないでどころか「ありがとうございます」むしろ楽 またヒロさんに会うきっかけをいただいて喜んでます。<laughs> そして、残ってるんですね、まだ初、初めて。しかも、本当 <laughs> ごめんなさい、わっか大好きですって来たら、その返す刀で、<laughs> 今夜は最高の気分で寝れます。<laughs> ヒロさん、ありがとうございますっていうメールも、これ、YouTube 載 <laughs> せますよ。これ もうね、半泣きが全泣きに変わって、恥ずかしいマジやべえ、この人と思って。すごい、もうこれ個人間のガチリアルガチリアルメッセンジャーで、これをすぐ妻にも見せて、<laughs> やばくないって言って、妻に聞いてください。僕、本当に泣いてたから <laughs> <laughs> こ。このメールを送れる人って、はい やばいよね <laughs>。で、今日もなんですよ。今日もね、ごめんなさい。本当はあの、昼の3時に集合の予定が、僕がちょっとね、前の講演が押しちゃって、え、うん、わかるすいませんって言って、ちょっとナビで調べたら3時20分になっちゃいますって送ったら、皆さん普通なんて返します <laughs> まあ、普通だったら、アイスょ、ヒロさん気をつけてきてくださいぐらいで、<laughs> いいじゃないですか。<laughs> なってきたと思いますヒロ <laughs> さん、安全運転で、 三時半に来てください。ちょ、なんなん、この人。<laughs> <laughs> じゃなんなんもう、えはわ、本のこと。もう、そういう受け答えができるあなたのマインドを知りたい。<laughs> ちょ、ほんとに。はい、で、しかも、はい、あの、今日の撮影もですね、あの、一回延期したじゃないですか。はいはい、で、ちょっとあの、スケジュール、今度はワッカンがこの日空いてますよっていうんで、はい、じゃあこの日にしましょう、ワッカンありがとうございますって,って言ってたら、今度はワッカンがちょっとあの、ね、ねはいはい、緊急のお仕事で、うん ヒロさんごめんなさい、ちょっと決めてた日が延期になっちゃってってなって今日になったんですけど、はい、その時僕ね、そのメールもらってから20分ぐらい、なんて返そうと思って、<laughs> 逆<に>なんて返そうと思って、<laughs> 和歌山陽一郎に、 変身するにはどうしたらいいんだろうと思って、マジで悩んで、<laughs> 結局何も思い浮かばなかった。<laughs> 分かりました、ワッカン OK です。いや、嬉しかったですよ、そも。すげえ、通のことしか言ない。いやいやいや、嬉しかった。ワッカンみたいな切り返しできねえと思って、あの、ちょっとそもそものなんかこう、<laughs> はい、ちょっとね、はい、本にもきっとこう関係があるんですけど、はい、このコミュニケーションで、はい な何を見てるっていうかうど,どこを見てると相手に対してあそこまで思いやりのある、はい、切り返しとかコミュニケーションができるんだろうっていうのすごい聞いてみた <laughs> でてか。本当にそれこそ僕が過去にこのミスした時に先輩方からしていただいた対応の真似なんですよ。うん まさに、まあ、それこそ本当、恩送りじゃないですけど、はい、あの時に僕のミスをこうやって笑ってカバーしてくれたとか僕のこういったヘマとか地獄をこういうプラスに捉えて返してくれたっていうのでめちゃめちゃ感動した体験がやっぱりあってあそうやって返すと好きになるんだっていうなんかやっぱそういうピンチの時に人って出るじゃないですか。 でそういう時にこそ、さらになんか、惚れさせてくれる、なんか、うん、この、尊敬すべき先輩がいて、その人たちの本当真似をただしているというか、本当に、その、してもらったことをそのまま、お送りしてるっていう。すごい本当にうだにって、これ、全然打ち合わせしてないんですよ。若 <laughs> もう今、はい、こいつ、何喋り出すんだってぜ、きっと思ってたと思いますけど、<laughs> 私、が本当やっぱ、ちゃんとつながってる話なんだ。ね、だから僕も昔 その大事なアポを先輩に入れててで先輩を名古屋で待たせててで僕はお客さんを連れて岐阜の多治見から名古屋に行くとで岐阜の多治見から名古屋って言ったら車でまあまあ1時間ぐらいかかるじゃないですかだからその先輩との待ち合わせに1時間前にお客さんと待ち合わせしたんだけど全然来なくて待てと暮らせと来なくて電話も出なくてで最終的にはもうメールで「今日行けます」ねドタキャン。 これも先輩に絶対怒られると、うん、で電話した時にすいませんってもうどうしてもお客さんがなんかドタキャンしたって待ってたんですけど来なくてって言ってもう言い訳ばっかりしてたらいいよいいよってって俺ねちょうどね今日中にどうしても読みたい本があってむしろありがとうって俺にその時間をくれたのは本当にありがたいからって言ったんだけどすいません、もう僕1人でもよかったら行きますすぐって言ったら。 来来なくて来なくくてて、もう急いでくると危ないし、もなんだろう、俺、本読みたいからもう今日はその時間にさせてほしいって、本当にありがとうねって言って、電話をぴちっと切られたんですよ、絶対その人、本読んでないんですよ、読まないタイプだですよ、でもその人が全力でそれを言ったことにすごく感動して、うわすごいなはい、でもなんかそういうことで、なんかすごい学んできましたね。すごいな だからちょっとねすぐにこう再現性というか真似ができるもんじゃないと思うんですけど <laughs> 僕もねあのワッカンの真似しようと思って何にも恩返していなかったできなんかすごく学ばせていただいたというか、うんね、もちろんこう大丈夫だよ気にしないでねっていうのは別に、ね、誰でも割とこう使われてると思うんですけど、うん、そこにもう一個プラスして、うん、なんかねその人にこうプレゼントを贈るっていう。はい いつもこうやって誰かにこうプレゼントを送る恩送りっていうねまさにこの法則だと思うんだけど <laughs> そういうことを考えてる人だから。<laughs> はい 成功しちゃうう人ななんだろうなとで、あのー、<laughs> 和歌山さんという人がねどんな人なのかは分からないってもしそういう方がいたら1本目の動画もぜひ見ていただきたいんですけれども、まああの「ラッキーマン」という著書がもう大ベストセラーになりかつ昔の生き方がですね「もうあのアンビリーバブル」とかでも取り上げられっていう本当にもう僕らの間でも。 ススーーーパタというか本人元気な人なんで「いえいえ」ってこうやって言うんですけど本て日で一番売れる演と思いますよだ僕おせち絶対言わない人間なんだけど僕らの周りであそこまで引っ張りだこになってる人ってあんまりいないっていうかすごいなと思ってで有名な人っていっぱいいると思うんですけどあそこまでんか大企業の会長とかにも引っ張られお母さんたちの集まりにも引っ張られ学校に もうワッカーさんワッカーさん和歌山さんってぜひうちで喋ってほしいって言ってもうすぐ全都道府県制覇しちゃうぐらいのね, <laughs> そうねっていう、はい、そんな講演家って僕の周りでもいないので。はいだから やっぱりもともと TRF のバックダンサーやってたっていうだから、こう、違うんですよね元ダンサー元ミュージシャンっていって <laughs> 同級生で色黒くて色白くて<ー>そう、で、ひげ生えててハゲでみたいな <laughs> そう、黒白ひげハゲつってってめっちゃ仲いいんですけど <laughs> 本当に仲良くて <laughs> でただ、本当にこう友達親友だから別に推してるわけじゃなくて、うん、人間としてもう死ぬほど尊敬してる人で。あま ね、昔はきっとこうチャランポランだった時代もあったんでしょうけども、はいうん、今仕事もプライベートもで自分の志も全てがうまくいってる人。 だと本当に思ってるんですね、うん、みんなに愛されて必要とされてでその極意がどこにあるのかっていうのが、うん、きっとこの本の中にここ込められてるんだろうなっていうねで, <laughs> でラッキーマンっていうのはもちろんあの法則は書いてあるんだけどね稚貫のこの人生を書いた本だと思うので,、はい、でそれをさらにじゃあ若山陽一郎は日常的に何を大事にしてるのかってことがこの本にこう書いてあると思いますので、はい、ちょっとぜひね「恩送りの精神で」で <laughs>、はい、全ての問題は解決い 解決できるんだとじゃあこれ一体どういうことなんだっていうちょっとその極意の部分をですねぎゅっとこうあの恩送りってねあんまり聞かないっていうか、うん、恩返しは聞いたことあると思うんですけど、うん、恩送りってねそんなに聞かない言葉でもあるかもしれないので是非、はい、ねわっかんが日常的に何を意識してるのか、うん、どんなことを実践してるからこんなに人生がうまくいってしまうのか。 ってことも、ね、ぜひ聞いてもらえたらと思うし、はい、あの皆さんね動画で見ていただいたかもしれないけどあの僕,の僕らのね共通の兄貴分ではい、はい、田中勝成さん、うん、かっちゃんって兄貴がいて、うん、あの人こうここねわっかんとかっちゃんも仲いいんで。はい わっかん、ね、のことはあまりにもいい人だから嘘つけこの野郎って思ってたけど、ね、そんな聖人君子みたいなやつがいるかと絶対何か裏があるだろう俺は人を見る目があるんだとねえこんな笑顔で笑ってるけど絶対何か例えば金に汚いとか女にだらしないとか何かあるだろうと思ってどんだけ付き合っても、はい、かっちゃんがこの前言ってたんだけど、はい、ヒロさん わっかんさんはマジで本物やっぱりやっぱりそうだよねそんなこと言ってたで、二2人でねわか悪口言ってたんですけどもうそんぐらい僕も大好きな友達でちょっとぜひその辺りをまた語っていただけたらと思うのですごい枕言葉長かったけど本編入りたいと思いありがとうございますもう最高な不良生命そもそも「盆送り」に出会ったきっかけってのがあって まあ僕のこのこ人生を変えてくれたこう師匠がいるんですね、まあ、ラッキーマンの方の中でサーファー社長っていう名前で出てくる社長なんですけど、まあ、今から10年以上前ですかね、うん、まあ僕の人生が少しずつその社長のおかげで良くなってきた頃に、うん、恩返しをそろそろした方がいいな、うん、恩返しができるちょっと余裕が出てきたんでそろそろ恩返しをしようと思って、うん、まあ毎月のようにその社長のとこに訪ねていって。うん 今、おかげさまで僕はこういう状況になって本当に上向きに少しずつなってきて借金も減ってきましたと、なのでちょっとお礼ではないんですけどって言いながらまあその社長、甘いものが好きだったんでいつもこうプリンとかケーキとかねかフルーツとかをこれ持ってってたんですけど3回目ぐらいの時に、もうわっかんと、もうちょっとやめてくれないかと、これ以上って言うんですねえな。何をやめるんですかっって言ったら いやもうなんかその恩返しなのか何なのか分からんけどももうちょっともう俺にそういうの持ってくるのやめてくれないかって言うんですね、うん、えだだめなんですかって言ったらいやー実はねってあ,の、まあ、ありがたいんだけどねってその恩返しっていう気持ちもねってで僕ね見返り求めてそもそもやってないからでもっと言うと僕はねいろんな人たちに人生を救ってもらって今になったとでその人たちに返しきれない恩がもういっぱい溜まっててでその恩を どうせだったら人のために使おうと思って次の世代の輪っかんたちにこうやってやってるまでだからまあ輪っかんのね周りのもっともっと困ってる人がきっといるだろうから今日持ってきたケーキは僕は受け取らないから次の輪っかんがね会いに行く人にプレゼントしてやってくれその方が僕にとっての恩返しになるって言われた時にあそういうことがあるんだと思ってでそれを恩送り。 っってていう,ふうに教えてもらたその方が社会も人もよくなるし、うん、僕にとっても一番嬉しい形だから誰も損しないよねって言われた時に、うん、かっこいいと思って、うん、さらにまあその人のことを尊敬した瞬間だったんですけどそんなことをまあ初めて「恩送り」ってことを教えてもらってまたその人にねこの「御」っていう漢字の意味を教えてもらった オンっていう感じ四角を書いて中に「大って書くじゃないですか、うん、これは人は多この環境だったり、うんえー、人だったり、うんまあね、家族だったり、うん、友達だったり、うん、その自分一人で生きてる人はいないんだと、うん、多くの人たちに守られて支えられて生きているそこに心が支えられてるよねあなたの 下にいろんな人たちの心が支えになってでそのことを絶対に忘れたりいけませんよっていうのが恩っていう感じのメッセージだから君はねってあのいろんな人たちに支えられて生きてるってことを絶対に忘れちゃいけないよでその恩恵をいかに感じ感謝しそれを人に与えていくかが成功の鍵だみたいなことを教えてもらってまあ僕は生き方がガランと変わったんですよねはい。 そこから恩送りをずっとこうやってこう意識するようになりそうです、ね、具体的にはそのサーファー社長和歌山は多分ここの社員だったという意味ではなくて、うん、いろいろ教えてくれた<あ>支えてくれたというそういう、ね、大先輩という意味ですよね、はいうん、そのサーファー社長とかにいただいた恩とかを、うんはい、今度は具体的にはどんな形でこう実践し始めたの、うん、そうですねもう本当にまず最初に始めたのはめちゃめちゃちっちゃいことで。うん あの一日一杯必ず誰かにコーヒーをごちそうするってことを始めたんですよ。うんで,でかっていうと、うん、僕らはこうやって先輩とか社長とかに会うと必ずコーヒーをごちそうしてもらっちゃってたんですね。うんうん、でそれをまあ一つの恩だとしたら、うん、僕も次のねなんか友達とか後輩とかお世話になってる人に会いに行った時は必ずコーヒーをごちそうしようと思って一日一杯必ずそのコーヒーをごちそうしてでいつも僕は。 お前なんか困ったことあったら言ってこいなとかなんか今悩んでることあったら言えよって言ってもらってたことと同じことを自分が言ってなんか今困ってることありますかとかなんか悩んでることがあったら僕に言ってくださいねなんてことを言いながら人と会ってコーヒーをごっそうしていったらどんどんいいご縁が広がっていって会った人がどん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 ,どん深いつながりになっていって結果仕事がすごく。 んなによくすごいですねもう前回の動画ではたった一杯のカレーライスから人生変わったっていう <laughs> そうですね本当にまさにそういうところからなんですね、うん、でも結局僕がねおご、ね、ってもらったそのコーヒーを自分だけで終わらせずに周りの人に次ぎってやっていったことで、うん、本当にただそれだけでよくなったんでなるほど。 でそれで僕が人生が良くなっていく姿をもともとコーヒーを僕にごちそうしてくれた先輩たちはそれを見てやっぱ喜んでくれてたっていうのが、うんうん、すごいあの僕の人生を大きく変えた一つのアクションでしたね。うんうん これ動画をこう見てらっしゃる方の中にはねひょっとしたらその和歌山さんのギターの精神というかねもらった恩を誰かにこう送っていくんだという行動は素晴らしいけれどもそれによってくれくれちゃうとか和歌山さんのとこ行けばコーヒーもおごってくれるし話も聞いてくれるしなんなら飯までおごってくれるしっていうなんかこう 僕らはテイカーという言い方するんですけどギバーじゃなくてテイカー持っていく人くれくれちゃんとかがわーって寄ってきちゃって結局、なんかそうやってやってるうちに貧乏になっちゃうんじゃないかとかなんか損しちゃうんじゃないかとかそういう疑問も出るかもしれないんですけどその辺も社長が僕に教えてくれたのは自分のところにないものを人にあげるなって言われたんですね。ちゃんと自分を満たしてから 溢れたものから人に差し上げなさいってことを教えてもらってたのでまずやっぱり自分を満たすってことが第一条件で、うん、なのでよくね自分にの中をほ,りほじくり出して人にこうやって配ってそれがボランティア人のためってやって結局最後自分がパタンって倒れて人助けができなくなっちゃう人って世の中にいたりするじゃないですかあれはまさに与えてるようなんだけども溢れたものではないから。 必ず溢れさせたものから与えていきなさいってことをすごくやっぱ言われていたので、うんうん、まずはやっぱ人のためなんだけども、うん、まず自分のために一生懸命やって、うんうん、自分がちゃんと気持ちも経済も潤ってきた時からそういったことを始めていかないとだめだよってことを言われたのでいいかだからお金は稼ぎなさいって言われたんですよだからねそのサーファー社長に教えをまだ。 こういただいてるころは若者も,ものすごい成功しているわけではないのででもコーヒー一杯ぐらいなら大丈夫かなっていうのであ溢れ出るものを一切見返りを求めずに喜んでくれればいいやっていうので、うん、こうプレゼントしてたっていうその社長がギブした相手からは返ってこないことが多いからそれだけは見返り求めるなって言われたんですよ。 でそれを求め出すと苦しくなるから溢れたものからギブしていけたら苦しくならないからその人からも見返り求めなくて済むよねって言われてでも必ず神様は見ていてその人から帰ってこないけど回り回って回って回って全然関係ないところからそれが帰ってくるっていうことが必ずこの先の人生で起きるからそれを信じてギブしていきなさいってことをすごく言ってましたね。すごいな でやってるうちに輪っかもどんどんこうやっぱ経済的にも、うんはい、そして心ももっと満たされてって、うん、もっとあげれるようになってその時に低カーの人とか来たたりししませんでしたか、まあ、いたでしょうね、うん、きっと、あのー、くれくれ成人みたいな人もいたでしょうしもちろんね、えーまあ、僕も見極めて人にちゃんと何かをするようにはしているので誰から構われしてきたわけではないんですけども何だろう。 やりはいうん、うん、まあそういったところになるべくしていくようには,工夫はちゃんとしてますけどねううこ最近あのベストセラーになった「はい、ギブアンドテイク」っていう本なんかにもねうん、うん、まさに僕もそれ喋ったことあるんですけどそうギバーでいることって本当に大事なんだけど、うん、やっぱりギブする相手もちゃんと選んだ方がいいよっていう,、はいうね、あれはね本当に素晴らしい法則だなと思ったんですけども。うんうん 別にね、見返りがあるかどうかではなくて、本当に頑張ろうとしてる人、本当になんか今困ってて、でもきっと心が美しくて、なんか自分がちょっとでも背中を押したら、また誰かの役に立ってくれるんじゃないかとか、また世の中の必要とされてくれるんじゃないか、この人はっていう、そういう人にこそまずギブしなさいとか書いてあって、めちゃめちゃ腑に落ちたんですけど、アダム・グラントだったかな。そう、なので、なんかやっぱりそれを実践されてきたって。そうですね。 で今こんなにこうもううわうわではない全然ではないでも物心ともに「幸せですか?」って言われたらやっぱり「幸せです」って胸張って答えられますあそうですねいやななるほどそれ以外になんかこう大送りで実践してたことってあるんですかそうですねえっともういっぱいあるんですけどあのまあ僕がねその 一番この10年で頑張ってやってきたというか、うん、この先にこれを続けたいなと思ってやってきたのがやっぱりこのカンボジアの支援だったんですよね。うん、でこのカンボジアの支援を続けてきた理由なんいまあいくつかあるんですけど、うん、僕にこのカンボジアの支援のバトンをつなげてくれた僕の恩師がいて、うん、まあその恩師は、えー、10年前に実は亡くなってるんですね。 ずっと自分の稼いだお金の9割をカンボジアの孤児院とか、えー、恵まれない子どもたちに寄付をしてるあの、ね、主婦の女性だったんですよだまだね66歳の若い、ねはい、方だったんですけど、うん、その方の生き方が本当に素晴らしくてなんかね物がたくさんあったりお金がたくさんあるから幸せではなく本当に今ある目の前のものに感謝をする生き方が 幸せで豊かな人生なんだなってことをなんか生き方で教えてくれた人だったんですね。で僕はその人がすごく好きで、でその人がやってるカンボジア支援をちょっと応援したくて、まあ始めたんですけども、うん、まあその方が、えー、癌で余命宣告三ヶ月、うん、お宣告されて10年前に亡くなっていったんですね。うんうん、でもこう亡くなる前に。 私がやってきたほどまではやらなくていいけども私がやってきたこの支援の形をここで止めたくない、うん、なぜならここで止めると支援って途中で止められるほど相手にとって失礼なことはないんだとだから私は一生続けるつもりでやってきたから私の続きを若ちゃんやってくれないって言われてでそれを聞いた時に僕はなんかスイッチが入って、うん、当然その方への思いも。 感謝もあるしでもその人がもう死んでしまったらその人に返せないから、うん、その人への感謝を恩送りって形でカンボジアの子どもたちに、うんえー、っていう思いもあるし、まあ、実際僕もこうやって関わって人間関係ができたカンボジアの子どもたちに、えー、やっぱ触れ合っていくとお金以上のものをやっぱいただけるじゃないですか、まあ、ヒロさんもねいろんな支援やってるしカンボジアも行かれてるんでよくわかると思うんですけど。 お金は与えてるんだけどもお金以上になんか心の部分だとかその人生において何が大切かってことをカンボジアの子どもたちが教えてくれるそのなんか循環の中で生きていくことがなんか僕はすごく豊かだなと思ってなんかそういった一つのね「御、うん、送り」の活動の中でまたそこでしか出会えない素晴らしい人たちと出会ってまた僕の人生がゴロゴロ結局変わっていったので。 なんかこれはやっぱずっと続けていきたいなと思ってる、まあ、1つの恩送りですね素晴らしい、うん、僕はあの本当に別にその和歌に媚び売るつもりも全くなくて <laughs> その恩返し恩送りっていうのが、はい、これ僕もすごく大きな人生のテーマだったというか。う これもそれこそ、はいあの、僕にも師匠がいるんですね。うん、あのよく出てくるんですけどあの、勝手に周りの人がね、ヒロさんの伝説のおじさんって呼んでる、母の真ん中の弟がいるんですね。であの、一番下のおじさんもすごい人がいる、はい人。で、真ん中のおじさんもね、すごく僕の人生にこういろいろ影響をくれた人で、はい、僕、おじさん怖しすぎて、うんあのよ、小学校低学年ぐらいの時から、いま、うん、だにおじさんに、ね、ずっと敬語なんですよ、ね。うん、はいみたいな、ね。<laughs> <laughs> っていうぐらいね、あの厳しくも。うん 本当に人生の大切なことを教えてくれた人で恩返しだと人生は、はい、恩返しを絶対に忘れるなみたいなことをやっぱこう口酸っぱく言われてて、はい、小学校低学年とか高学年だと分かんないじゃないですか恩返しなんだなみたいなはい、はい、な,なんだろうお父さんお母さんにかなとか、うん、おじさんにも恩あるしなみたいな、うん、って思ってたらある日、ね、おじさんが言い出すんですよ、ひろき、何に恩返ししなきゃいけないか分かるか。 うんえ「ええええすいませんわかりません」映画、はい、大きく分けてそれは3つある」うん、っほい」っつって1個目はいいかっつってまず家の女お<ー>家ってなんだみたいな、ね、僕で言うと津田家うん、うん、でお母さん側も行くとねおじさん側ですけどその母の生まれた家があるじゃないですか、うん、僕はご先祖様のブレンドでできてると、はいね、でほんの100年200年 ね、数百年遡ったら、うん、今よりも生きづらい時代。うん、飢饉があったり、流行り病があったり、うん、戦があったり、うん、本当に生きづらい時代もあっただろう。 命をつないいででくれたんだと、うん、貧しい中でも、はい、実際僕のひいひいおじいちゃんって山賊に殺されてるんですの岩手県の名古来の関っていうところではい、はい、友達守って「うん、お前ら逃げろ!」って言って山賊に本当に殺されちゃったっていう、えー、だからひいおじいちゃんその息子はあの時代にしては珍しく一人っ子なんですよでもひいひいおじいちゃんもひいおじいちゃんも、うん、本当に生きづらかったかもしれないけどこうやって命をつないでくれる、うん、ので。 まず、そうやってご先祖様とかに恩返し、大りですよね、恩返しも大送りも安心してもらって、しかもその恩をつないでいけるな、それを忘れるな、みたいな、これ、小学校、高学年ですよ、すごい。はあ、みたいな、まず1個目、家の恩だと、2つ目、何やと思う全然分かんない。2つ目は、国の恩だ国国、国ってなんだと。 広木お前マシンガン見たことあるかうん、うん、ないです。それを飛び交ってるミサイル見たことあるかはい、はい、ないです。それなんでやと思う,う日本が安全な国だからやぞ、ね。安全なことが当たり前だと思うなうそう。日本がいい国になるように命をかけて守ってくれたり命を捨ててまでつないでくれたりはい、はい、特攻隊の皆さんだったりとか、ね、血縁関係すらないのに自らが命を捨てることによって。 僕たちにこうやって未来をつないでくれたお前ら幸せになれいい国にしてくれって言ってつないでくれただから国に対する恩があるしもっと大きく言えば星の恩やなと地球がこうやってあるから俺たちはこうやって生きができて幸せに生きていけるわけだ家の恩というか星の恩というかあごめんなさい国の恩とか星の恩とかこういうこともね忘れたはいかん。 三つ目なんやと思っても分かるわけないじゃないですか三つ目ひろわきじゃあちょっと質問するぞ、うん、お前、えー、親切と意地悪どっちが大事や、うん、うと親切です、うん、愛と憎しみどっちが大事や、うん、愛だと思います、うん、よしとなお前なんで知っとるんや、うん、お前なうんお前で憎しみとかね、うん、意地悪とかよりも愛とか思いやりの方が大事だってお前パッと答えれたんや、うん、えええ 誰かが愛してくれたからやろって、はあ、誰かが思いやってくれたからやろ目に見えない誰かがそれをつないでくれたからやぞだからお前そうやってね当たり前に答えられるんだと、はあこれね、心の恩というか、はあ、それを忘れるなってって <laughs>、うん、小学生だからにと思ってすごいっすね <laughs> なんだそれ、はあ、そうだからそうやってつないでくれた人たちへの恩を絶対忘れるなみたいな。はあ もう1個あるぞって言って<ー>3つって言ったんちゃうんかよ4つ目がもう1個あるぞ <laughs> って、はい、なんかねその辺のこうシャーペンかなんかもお前このシャーペンはちょっとでも書きにくいようにって作られてると思うか<ー>いや書きやすいようにだと思います、うん、ちょっとでも高くしてやろう高くしてやろうって作られてると思うか、うん、いや分かんないけどなんかちょっとでも買いやすいように安く売るんじゃないのかなそうやろううん もも全部思いや,りやぞ<ー>もちろん仕事ビジネスってことあるだろうけど、うん、ちょっとでも書きやすいようにちょっとでも安く手に取ってもらえるようにって誰かが一生懸命考えてくれたんやつだからこういうね物質へのものへの思わ忘れるなって,って3つって言われたのが4つになんてって <laughs> すごいですねだからでこれを大事にしてると、うん、心がいつもピカピカにいられるんやと、うん、はって言って。 でこれは僕ね大人になってからめちゃめちゃ感じたんですけど、はい、僕もあの調子に乗るタイプなもんですから例えばですよ講演しに行って「ヒロさんヒロさん」さんと「津田先生津田先生」って言われて囲まれたりすると、はい、もう。うん るだだろううととそそ僕一回はねある JC に公演しに行った時 JC の皆さんってね本当に気遣ってくださるんで僕が近づくと椅子引いてくださって弁当出てきて公演終わったとドア開けてくれて「先生こちらです」ってタクシー手配してくれて「お店もどうぞ」っつってねビップ席座らせてもらってもうおしぼり出てくる飲み物出てくるとでもうみんなで見送ってくださってまたタクシー開けて「先生ありがとうございました」それが僕3536の時なんですけど。 思いましたおじさんが言ってたのはこういうことかこれ勘違いするぞってね俺がすごいから俺が勉強してきたから一生懸命やってきたからこういう待遇を受けるんだって知らず知らずのうちに図になるぞとでも誰かが教えてくださった誰かが例えばコーチングでもアドラー心理学でも僕に教えてくださったとそれを今日もちょっとだけ恩返しできるようにお送りできるように心込めて伝えようって。 いずっとそのなんか変な意味での傲慢にならずで,、ねうん、で変な意味での謙虚じゃなくて、うん、本当に意味での謙虚というか、うん、ね本当にまたさっき和歌がお話ししてくださったような、はい、誰かの真心をまた次の方にきれいにつないでいくっていう、うん、それはなんかね自分の中にずっとあって、はい、恩返しっていう。うん そそれをだからねその部分も含めて、はい、ワっカがこの本出された時にこう衝撃的で、うん、あっ俺だからワ 好きなんだよ <laughs> <laughs> そういうとこでつこながっちゃうんだな嬉しいですねそこまで共感してもらえたらだから僕ねあの、うん、付箋もね大事だと思ったとこはこう縦に行って特 <laughs> に大事と思ったら横に振るっていうこの敵がありまして <laughs> 付箋だらけなんですよだからすごいやんほんとにだから手に取ってほしくてちょっとねまたあの掘り下げて聞いてみたかったのが、はい、この「 まさにさっきもらっと聞いたんですけどはい、はい、失敗するギバーと成功するギバーがいるんだと。うん、でここが結構大事かなと思ってです、ね、さっきも言ったように、うん、ちょっとそのやっぱり自分があんまりギブギブするとはい、はい、なんかこう 損しちゃうんじゃないかとかうん、うん、くれくれちゃんが集まってくるんじゃないかとか、はいね、ここにねまさに125ページなんですけど、うん、この「他者思考型ギバー」って書いてあるんですけど成功するギバーって何なんだろうっていう僕たちはきっとこの動画を見てくれた人も何、はい、かこうたくさんの恩思いやりを受け取って、うん、あっ 溢れ出たものをちょっと誰かにまた伝えていきたいなっていう人いっぱいいると思うんでそれはまさにこの「わっかん」が定義されるところの他者思考型ギバーというか、うん、どんなことをこう意識したらいいのかとかそうですね、はい、他者思考は成功して自己犠牲型ギバーは失敗するんですね、うんうん、でこの自己犠牲型ギバーの特徴は何々してあげてるのにと思うんですよ。 まあ親から子供、先生からねその生徒まあ上司から部下に対してもそうだと思うんですけど何々してあげてるのに何々してあげてるのにって思うことってもう完全に見返り求めていたり自分を犠牲にしてやってるからその発想になるんですね。で何々してあげたいと思ってる時って見返り求めてないしその本当に相手のことを考えて相手のえ幸せとか成功を願って。 自分から何かをさせてもらってるっていう時に、うん、そういう考えになってるんじゃないですか、うん、やっぱそこの差だと思うんですね、うん、でも僕も昔人に何かする時に、うん、この無償の間無償の間って言葉で言ってるんだけども、うん、見返りが返ってこないと、うん、何やあいつ飯奢ごったったのに全然言うこと聞かへんがやって言って <laughs> あいつ全然もうお茶何杯奢ったったのに全然うまくやってくれへんやんかとか言ってすごいイライラしてた時あったんですけど、うん、なんだろう自分のことをすごく傷、うん つけてたんでです<ー>それでなるほど、うん、だけど本当にさっきの話もあったんですけども、うん、まずはこの自分に与えることが重要なんですけど、うん、それどうやって与えるかっていうと、うん、このもうすでに目の前にいろんなものを受け取ってるじゃないですか、うんはい、でそれをしっかり「ありがとうございます」って受け取る心があるかないかだと僕もですねそれがさっき言ってたまずは自分を満たすっていう,そうです、ね、ここポイントですよね 受けけ取るるのののって自分たためめででもあんすど相手にもなると思うんですよ例えば、ヒロさんが僕のことを、褒めてくれたとしますねなんか、いいね、わっかいいねって褒めてくれたときに、いやいや、僕、全然そんなんじゃないんですって言ったら、せっかく褒めたのに、なんか嫌じゃないですか、受け取れなかったら、いやヒロさんに褒められたの、なんかより嬉しいですって受け取ったら、褒めた方も嬉しいじゃないですか。ってことは、受け取るってことは、相手の喜びにも変わることなので、 相手のためにも自分のためにも目の前にあるものはしっかり受け取った方がいいと思います、ね、例えば今だったら水道をひねって水が出たときにありがとうございますって感動できる人って少ないと思うんですよ確かにでもこれ何か震災とかで被災して水が出なくなって一ヶ月ぶりに水道から水が出たらありがとうございますなんてこの水ってありがたいんだって感動するじゃないですかでもそれって震災で被災したらそうなるのか 日常の中からそういううい心を持って生きるのかだと僕は思うんですなのでやっぱり今も朝起きてから目の前にあるものとか目に映ったものそこにいる人に対して「あ今日もありがとうございます」って手合わせで感謝するようにすると何もない日常の中にすごいいろんなものを受け取ることができるのでそうすると本当に人に与えていくことがたくさん増えてくるんですよね。 だから師匠が別にお金持ちになったら寄付するとかじゃないと成功する人はお金を稼ぐ前から寄付をしたりしてるんだと、うん、でもそれは寄付をするから成功するとかではなく、うん、目の前にあるものにいかに感謝する心があるかないかだけなんだみたいな話をされた時に<ぁ>あなんか僕もじゃあ今のうちからそういう心を養いたいなと思って、うんうん、まあコツ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 10年ぐらい。 そういう心をちょっっと磨いててきたって感じですね、はあ、めちゃくちゃ極意の部分というか、うん、忘れがちですよね、うん、僕たちがなんかねあれが足りないこれが足りないって、うん、もっとこうだったらいいのにってついこう考えちゃう自分もいると思ってうので、ね、そういう自分のままでまた誰かに与えようとすると、はい、心のどこかで またた損したわとかね、うん、なんであいつっていう思うの芽生えるのかもしれないけどきちんと自分で一つ一つ小さなことでもなんか感謝したり、うん、そこに思いをはせていくと心が満たされて、うん、ちゃんとそのありがとうの見返りなんかなくても、うんはい、誰かにまたこのありがとうをこう送っていけるっていう。 じゃないですか。本当によ本当にアドリブでやっすからねすごいななんかね師匠にね僕器の話をされた時にすごく感動してさっきの広さんのおじさんの話によく似てるんですけど「お前は器がちっちゃい」って言われたんですよ。で確かになんかちっちゃそうなのは分かってるけどその器って何すかと思って「師匠器って 何なんですかって、うん、どこにあるんですかってどんな形してるんですかって言ったらいや器はなってお前の心の中にあるんだけどもじゃあその器を大きくするために何をしたらいいかってのを教えてやるって言われてそれを言われたのが4つの感謝をしろって言われたんですね、うんうん、でそれがほんとさっきのヒロさんのおじさんのお話に似てるんですけど器ってあの口,口,口を。 4つ書くくじじゃゃなないいでですすすかか、うん、それを大きくするってこの4つの口を大きくすることを、うん、器を大きくするって言うんだって言われて、うん、それがまず今までに生まれてから今日に至るまでに過去受け取ってきたもの全てに感謝しろって言われて生まれてから今日に至るまでいろんな人にいろんなことをしてもらっただろうってそれを全部思い出して紙に書き出せって言われたんですよ。うん 例えば産んでくれたお父さん、うん、お年玉をくれた、うん、ああのおじいちゃんとか小学校の時に勉強教えてくれた先生消しゴムを拾ってくれた隣の席の山下君とか、うん、あの時僕のこと好きって言ってくれた恵子ちゃんとか、うん、なんかあるじゃないですか、うん、そういうのを全部書き出せるって言われて、うん、これがまず1個目の感謝だとで2個目の感謝は今与えられてる現在与えられてるものすべてに感謝しろ紙に書けって言われて紙に書いたんですねいっぱい出てきたんですよ 今から未来に向けて死ぬまでの間にお前はもういっぱいいろんなものを受け取るんだとそれをもうあたかも今もう受け取ったと仮定してあらかじめ感謝しろって言われてじゃあ今からお前は結婚するんだよなじゃあ奥さん誰かわからんけどまず奥さんに感謝しろと、うん、子供が生まれてくるんだよなって、うん、じゃあ未来の子供に感謝しろとでそこから広がっていくその世界でいろんな人といろんなものを関わっていく中で受け取るなと思うものを全部書き出せって言われて書き出したんですね 4つ目はご先祖様に感謝しろって言われてご先祖様は10代遡のると1,024人いて20代遡のると200万人いてその、ね、人の命が全部繋いできてくれって今のお前がいるわけだからご先祖様のお名前を分かるところまで全部調べてその先祖に全員感謝しろって言われてでそれを全部できるとお前の器が大きくなるって言われてそしたら仕事うまくいくぞって言われて。 人間関係うまくいくぞって言われてでそれをねノートに書き出した日があってなんかそこからなんかすごく僕の人生がちょっとずつ感謝力がなんか上がってきたような気がしまする、ね、んか世間一般で言ったら、うん、器をでかいっていうと、うんね、人になんか豪快におごってやるとか人に悪口言われても気にしないとかそういう解釈になりがちだと思うんですけどそこだったんだ。そう 普通のこの口を、うん、自分が受け取ってきた口を全部感謝して、はいうん、紙に書き出せと、はい、って書き続けていけと、はい、はあそうするといろんな人に優しくできるし、うん、いろんなものに感謝できるし生き方が変わるよなんて言われて、うん、まあ確かにほんとそれでかん成功する人って感謝力が高いって言われてるじゃないですか。うんうん でもやっぱりまさに本当にそうだなと思ってていかにどのちっちゃい部分に感謝の心を込めれるかってところが、まあ、お金を稼ぐっていう意味での成功もそうだし人生が豊かになるっていう意味での成功でもあるなと思うんですよね。うん、なるほど。うん、じゃあ <laughs> ちょっとあの前回も衝撃だったんですけど和歌 <laughs>、はい、がそんな生き方をしてたらあなんか和歌の中ででいいんですけどあっ これって、恩怒りを大切にしてきたからこそ、うん、なんか起こった出来事なのかなみたいな、はいはい、そういうちょっといい話というか、うん、なんかこう、そんなエピソードっってあったりします、うん、そうですね、うん、いっぱいあると思うんですけど、はい、いっぱいある中で、まあ、例えばですね、うんまあ、さっきのカンボジアの話でもそうなんですけど、うんうん、カンボジアの支援を一生懸命続けてたときに、うん このまあ、それこそあのクラブハウスで音声ので、ね、音声でる、ね、クラブハウスで僕はカンボジアの支援の思いの話をちょっと1時間ぐらい話してた時あったんです、ねうんうん、そしたらそこで大ベストセラー作家の本田健さんがなんかね聞いてたんですよ。神ですよね、はい、作家界の神ですよねは<神>、うんね、本田健さんがルームに入ってきたと思って緊張しだして。うんうん あどうせなんか間違いで入ってきて出てくだろうなと思ったんですよ。であなんか間違えて本田健さん聞いてるけどあなんかずっといると思ってあれ全然出てかんやんと思って1時間ぐらいずっと聞いてたのそし下の方で。でこれやばいなそろそろちょっと本田健さんに触れた方がいいなと思ってでちょっと、あのー、本田健さん今聞いてくださってたんですけどちょっとなんか今僕のお話を聞いてなんかどう感じたかって、うん、なんか少しお話しいただけますかってちょっと勇気を持って振ってみたら。うんうんうん 上がってきててきくれて、うん、いやーワカー素晴らしいねって今のお話を聞いて心から感動したって言われて初対面っていうか,あのいすか顔すら合わせてないんだけど声だけでのファーストコンタクトですねそうですで行っていただいて僕何かの間違いかと思って <laughs> えっってなってでもっとその話を今度聞かせてほしいから、うん、僕のオンラインサロンに来て あのー、話してくれないかって言われてなんとその先に1週間後に本田健さんのオンラインサロンでカンボジアの話をさせてもらうためにゲストで呼んでいただいたんですよ <laughs> すごい人数いますよねすごかったんですよ何人いるか分かんないですよもう、うん、でそこでちょっとカンボジアの支援を話させてもらったら、うんうん、健さんがそこで素晴らしいですよねと和歌山さんって今皆さん聞いてましたって 皆さん今ちょっとでも感動したり心が動いた方がいたら和歌山さんがやってるカンボジアの支援をお手伝いしませんかってなっていきなりそのちょっと僕が15分ぐらいしゃべっただけで200万の寄付をが集まったんですそこででケンさんが「今日ね」って参加してる皆さんの参加費をあの僕はねってあの和歌山さんの応援してる個人に寄付をさせてくださいっていっていきなりそこに200万ドーンって寄付をしてくださって。 えってなってそれで終わらないぞって、うん、もって言っていろいろまたいろんなお話をさせていただくことがあって実際直接会わせてもらったりまあその中でこの今ここのねお店っていうのは今あの僕がやってるあのアンティークショップの中でやってるんですけどもこのお店がうまくいくためにいろんな研さんが知恵を貸してくれたり。 なんか僕の本がねこのもっと売れるようにいろんなアドバイスをしてくれたりっていうすごくいい関係にまさかなってしまってすごく今ケンさんんに可愛がってていいただいてるんですねでもそれが本当にあのカンボジアの支援を僕してなかったら一生、ケンさんとなんかしゃべる機会もないし出会うこともなかったんですけど本当にそこでそんなまさかの出会いがあったって。 なんかもう自分では本当に今でもびっくりしてるんですけど、はあ、まさにこれ本当送りの恩恵だなと思ってますなるほどだからね皆さんあの <laughs> バッカンってもう出会っていただいたらわかると思うんですけどこれあの僕が言ってるんじゃなくてご本人が言う、ね、<laughs> あのご本人曰くね「僕は本当に普通なんです」と「<laughs> 本当に僕普通なんです」って言って「はい,はい、いやいやいや」ってみんなは言うんですけど。 もう本当に謙虚というか要はね別に自分は何者だとも思ってないんですよいまだに。 でもまあ僕はその言葉信じてないけど仮にもともと本当に普通の人だったむしろね昔はダンサーの頃はやんちゃもしてきたんだと思いますしそんな普通の青年だった和歌山陽一郎さんがなぜそんな僕らにとってもメンターのメンターのメンターみたいな本田健さん僕も本田健さんの本って人生変わってるんでユダヤ人大富豪の教えたあの本でそんな方にさえう可愛がってもらえるようなこの「わらしべ長者」的な。 人生をなぜ実現できたのかっていう極意が、うん、書いてあるわけですよ。<laughs> 本当にあの本当にバイブルですごい本なのでぜひ、うん、手に取っていただきたいなと思うし <laughs>、うんはい、この本とあとラッキーマンもね別にあの和歌、はいまあの回し物ではなくて <laughs> ラッキーマンも本当にいい本なので、はい、この2冊読んでいただくだけで、うん、なんかこう。 何者でもない自分がどうやったらもっと物心ともに豊かな幸せな人生になっていくのかっていうねその極意をこの人プレゼントすることしか考えてないんで余すところなく「ここまで書いて大丈夫なのか?」みたいなさっきの「感謝枠」だって結構極意じゃないですか。でもそれこうって惜しみなくこうやっぱ伝えてくださるっていうのが若いのすごいところだと思ってるんでまたねぜひあのこの本手に取っていただきたいのとまたねあのどこへでも行きますっていうわけにはねなかなか行かないと思うんです があの志のある方なんでどうしてもまた自分たちの集まりに、うん、なんかこう和感来てほしいなっていうねそんな方がいたら、うん、またねあの概要欄にあのここの和感の会社の,の URL とかも貼っておきますので、ね、<laughs> また問い合わせしてみてもいいのかなと思いますし <laughs> 講演呼ぶにはどうしたらいいかどんな条件かっていうあの言っていいのかなあの講演料とかここカットでもいいんだけどあの講演料とかあのこの人ねほかでうまくいってる人なんであのびっくりするぐらい安い。 陽一郎がその値段でやってるのかいみたいなっていう感じでねいや,やっぱりプレゼントしか考えてないんだなって思いますしたしあとはねこれあのバナルっていう愛知県小牧市にあるねもうこの人の脳内どうなってるんだろうっていうぐらいのめちゃくちゃおしゃれなアンティークショップ雑貨屋さんすっごいでかいんですよ。もう大きな倉庫全部丸ごと アンティークで埋め動画さ見てい見だるたらわかるんですけども <laughs> ここにもね、またあの機会があったら遊びに来ていただけたらと思うしなんかこう、本がベストセラーになりすごい人尊敬する人からも引っ張りだこで全国引っ張りだこの講演歌になり <laughs> で、このバナルとかもなんかしょっちゅうなんかテレビ出てるし <laughs> なんかまだ言えないことでこ和歌館がね、ああいう人にも引っ張られてこんなことも今企画されててみたいな話がいっぱいあって。それは これっかんには失礼かもしれないけど何か輪っかんが特別な才能を持ってるとか、うん、特殊な,なか、ね、能力を持ってるとかではなくて本当にこういうことを大事にしてきただけなんですっていうこれを大事にしたら絶対誰もが幸せになれるはずだっていうそれを、ね、祈りを込めてやっぱこう書かれた本だと思うので。うん ぜひまたね、若山耀一郎さんはより一人でも多くの人に知ってもらいたいし画面の向こうでね、人生がうまくいってなかったりとか僕のチャンネルってね、なんかこう、心は綺麗で素晴らしいんだけど一歩踏み出せなかったり今も悲しみ、苦しみ悩みの中にいるって人も結構いっぱいいるんですけどそういう方に最後にほかからメッセージを送っていただくことはい、ありがとうございます。 本当、ね、いつもみんなに言ってるんですけども何が起きてても絶対大丈夫ってことですなぜならもうあなたはすでにいろんな人といろんな環境に守られて生きているから、えー、その人たちに辛い時こそ感謝の心を向けていくと必ず明るい出口が見えますので何が起きても絶対大丈夫ですので、えー、自分を信じて前の、ね、明るい、えー、出口を、ね、目指して一歩一歩歩いていってください。 本当にありがとうございます。もう今後はあの、YouTube 準レギュラーということで。アシスタントで。なんでや。アシスタントで。でねっていうぐらいね、もうもっと逃げたい話あるんで、もうまたこれからもちょっと機会を見て、本当に出演していただけたらと思います。皆さんぜひ、和歌山洋一郎さんと繋がってください。それでは本日のスペシャルゲスト、音送りの法則著者、和歌山洋一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。